親父もほらあんまりこう言う言葉聞かないかんばい病院のね、うん、追い出されるけんね、行くとこなかけんね追い出されたら誰面倒見きだけね、母ちゃんしかおらんけんね、母ちゃんがもう認知症やけんね、俺東京に帰らないかんけん、そしたらいやー、まだまだバサなか面白か作品があると待って時間になったげな。今日の話はここまでにして、また会いましょう。元気でのー。